なんジェイミン、頭にアルミホイル巻いてそう？わらわら。わい、試してみるか。明らかに思考がクリアになった。脳を突き抜ける嫌な感じがなくなった気がする。毎日アルミホイル変えてるか？お前らは、また病気のやつを増やしたんか？スカラーは除染したからやな。頭が温かいなり。アルミホイル程度で気分が楽になるなら良いと思うわ。俺もそうなりたい。Wi-Fi で劣化するから、定期的に交換しろよ。これ、前から気になってたんだよな。巻いて寝ると、すっげーよく眠れるぞ。アルミホイルの硬質面を外側にしないと効果ないぞ。アルミホイル棒だと、一度毒電波が入ってきたら頭の中で反射するからきつい。アルミホイル入ってる帽子売れるかな？実際、落ち着く。頭にアルミはやったことないけど、おでこにピップエレキ板貼ると、明らかに頭がスッとする。磁石が電磁波にうんぬんしてるのかもしれん。そんなんじゃ甘いよ。体の内側から電波を防がないと、アルミホイル食べてる？サランラップはダメやったわ。クレラップの方がマシやぞ。アルミホイル巻くと硬くて危ないし、キッチンペーパーでもええか？100均の安物だと効果薄いよな。マジでバカにしてるけどやってみろ。てか、普通に考えて、Wi-Fi 電磁波が脳を通り抜けてるのは事実なんだから、それをシャットアウトしたら思考力が上がるのは明らかだわ。秘境の地で暮らした方良さそう。頭痛って、アルミホイルで良くなるんか？ようこそ。アルミホイル非睡眠は情弱やしな。ワイもキャベツかぶって寝とるわ。風邪の時やるやつだっけ？首にネギ巻くのもええで。スマホ枕元に置いたら発狂すんのかな。 5G はアルミホイルじゃ防げないぞ。アルミホイルで満足しててくさ、鉛の帽子買えよ。おしろいには鉛含まれとるから、おしゃれもできて一石二鳥やで。こだわり出したら鉛のヘルメットに行き着くぜ。アルミホイルってどのくらい電波を遮断できるの？スマホアルミホイルでぴっちり巻いてみ、圏外になるで。アルミホイル巻いたら画面見えんやんけ。頭使えや、固定電話とかからスマホに電話かけるんや。そんな中でも、確実にガチっぽい痛みが現れ、スレは混沌と化していく。メーカーによっても違いあるよな。トップバリューはあんまり防いでくれんわ。旭化成のがおすすめや。電磁波測定器で電磁波高いところ調べて、自分への通り道バリアすると快適だぞ。家の中じゃアルミホイル面倒いわ。波長、宇宙船が頭を通り抜けてるのは事実なんだから、それを防いだら頭がクリアになるのは当たり前。アルミホイル程度で宇宙船や波長は守れないぞ。鉛ヘルメットや。これ、他に出ると起動するの？アルミホイルの上から帽子かぶれば触出されない。まるでアルミホイルかぶってたら触出されるみたいな言い草だな。されるに決まってるやろ。警察は権力者の犬なんだから、マインドコントロールをより完璧に行わせるために、俺らの妨害を絶対にしてくる。メーカーによっては、逆に洗脳強化されるから気をつけろよ。陰謀論者か？そんなはずないだろ。71は、すでにやられてしまったようやね。糖質のやつって自意識過剰だよな。庶民の思考なんて、仮に盗聴されていてもどうでもいいやんけ。お前バレバレだよ、わら。別に構わんが、わら。正体表したね。こういうネタすれ見てると、バカバカしいと思いつつも、ほんまに思考がクリアになるんかって考えてしまう。岩間の見すぎだな、これ。深淵を見るとき、深淵を見ている。わい、今電子レンジ使ってるにゃが、やばいんか？電子レンジはガチでやばい。アルミニウムを小銭くらいの大きさにちぎって、5から10秒チンしてみろ。電子レンジが発する波長はとても強力だから、電波などを遮断するアルミホイルでも内部に設置するとアルミホイルがバチバチなる。それくらい電子レンジは危険。それ、アルミホイルに付着した盗聴チップが爆発してるだけやで。せやから思考盗聴の根本的解決には、頭に電子レンジ入れて動作させる必要あるで。アルミホイル巻くと思考盗聴を防げるって言い出したの。新世界秩序の創造を目論むディープステートとロスチャイルド家の陰謀だってことくらいみんな知ってると思ってた。実際電波は脳に影響を与えてるんか？ないとは言い切れない。でも定かではないから、実際にどんな効果があるか調べるのは後世の人の仕事。アップルも公式にこのような見解出してるみたいだから。いや、これクレイマーによる生産物賠償責任保険対策じゃ。そしてスレの流れは、電磁波対策のおすすめ、アイテムに。あかん、頭に巻くアルミホイル気がしたわ。はい、電磁波防御キャップだよ。タコかな？タッカ。めっちゃ高くてくさ。安。普段使いしやすいカラーリング。よくよく考えたら頭以外の防御も必要やな。はい、電磁波防御スーツだよ。よれよれでくさ。顔も上よ。用意の良さに草生える、原住民糖質相手の商売のプロやろ。アマゾンさ。かい、やね。評価高いの、草。でも、正直このスーツはつけられへんで。はい、電磁波カットペンダントだよ。
これは安くてくさ。全部これでいい。しかも新旧版やん。新旧ってなんだよ。これで思考を読まれそうになっても安心やな。みんなも電磁波カットグッズで検索だよ。わぁ、お買い得だね、わら。これのモデルやる仕事でいくらもらえるんやろ。絞り取る気、まんまんやん。今着てるのが古くなったからワイもそろそろ変えようか。アルミホイルでルーター囲ったら通信速くなったってツイッターでバズってるの見たことあるけど、あれも糖質なん。ほんまはアルミホイルつけると思考拡散しとるんやけどな。アルミ、やっぱり効くわ。信じられない。フォロワーさんから教えてもらった方法でうちのザコ Wi-Fi が最強になっちまった。クッソ動画速くて震える。ええー、な、これは試してみるで。糖質ルータースコ。これマジなん。ワンセグアンテナにアルミホイル巻くと感度良くなるとかもあったよな。結構大きい面積の反射板で角度とかシビアにせなあかんみたい。アンテナに巻くのは単純に遮蔽してることになるから逆効果。電波が弾かれて拡散して多分が集中してるんやから、そらそうなるよ。糖質言ってるアホが無知さらしてるけど、これ普通に効果あるからな。パラボラアンテナと同じ原理だぞ。効果がガチだとしても、頭に巻くだけで言うほど電波防げるか。頭部全体をアルミホイルで覆うくらいセミアならんのちゃう。思考読めない人間は逆に怪しまれて要注意リストに名前が載っちゃうんだよね。今はダミーの思考を送るチップが流行りだからな。まあ最近は対策されて、本当の思考を送る偽物も流通しとるが。TP リンクの無線ルーターに変えたら電波クソ強なったわ。もしかしてヤバい？ここ、Wi-Fi 飛んでんな。時代はこれだよね。Y もこれ売る商売したいわ。この通販サイト、まだ普通にやってて草生える。宇宙連合ってなんだよ、ゴッドハンドってなんだよ、意識変容装置ってなんだよ。説明文が抽象的すぎて、草。おにぎりにもアルミホイル巻くやろ、そういうことやぞ。実際、アルミホイル巻かないと何おにぎりなのか国にバレるからな。それをさせないために国が開発したのがノリなんやで。まあでも実際電波は防げるんだよね。電波妨害を起こすジャフはアルミニウムを空中に回せて妨害の作用を引き起こしてるわけだし。でも最近は政府がアルミホイル販売業者と結託してアルミホイルの中に高性能マイクロチップ埋め込んでるからな。バラしたらあかんで。市販のは信用できないな。やっぱりアルミホイルは天然物に限る。どういうことや、アルミホイルにそんな効果が？いや、ありえんやろ。おにぎりをそのまま焼くと中身ふにゃふにゃやけど、アルミホイル巻いておにぎり焼くと、アルミホイルに埋め込まれたマイクロチップを遠隔操作して、おにぎりの内部を焼いてくれるから美味しい焼きおにぎりができるんやで。アルミホイルに電磁波が当たると、中の自由電子がプラズモン振動を起こして、逆位相の電磁波を発生させて跳ね返すんや。メーカーにはこだわれよ、三菱、旭化成、東洋や、電波のカット率が違う。服も徹底しろよ。暖かそう。これつけさせとけよ。かわよ。助かる。輝いてるやん。パンティーかぶせてるみたいで草。よかったな、これで助かるぞ。あれ、これ、うちにあるやつじゃないよな。マッマがインテリアって言ってたのに。電磁波を熱に変換。アンテナで受けて抵抗につなぐんやろ。1は、静寂家庭用の12ミリでは効果がない。業務用の50ミリを巻かないと意味ないから。つまり、5枚重ねればええんか。薄いと貫通しちゃうんだから、回数巻いても意味がない。5回巻いても5回貫通されるだけ、厚さが重要。電波射程的にはその方が効果高いって。こんなんで精神剤みたいな効果あるならどんどんやるべきだわ。プラシーボもバカにできんのかも。適当なビタミン剤でも、本人が信じれば病気治すとかあるし。売ってる側も罪悪感あるやろ、さすがに。ないで、バカ騙して大儲けでウハウハや。錬金術かな？キスチョコの擬人化。よくわからんから、ワークマンで売ってる裏アルミジャケットでいいか。わいそれ持ってるわ、めっちゃ暖かい。女くせ、ほんとこういう意味わからんの好きよなぁ。Y のマッマもネット占いとか風水にハマって、意味わからんグッズ買ったり、部屋の隅に塩置いたりしてたわ。Y は、変な数珠もらったんご、数万するんご。母親が糖質気味になるのはあるあるなんかなぁ。最終的に気に食わんことがあると、Y やパッパに塩を投げつけて浄化しようと試みるバケモンになり果てたわ。草、でも、うちの場合は両親とも目に見えないもの信じとるから、特に変なことにはなってないなぁ。今は数万の数珠売れるかだけ考えてるわ。こんなのが数千円でメルカリで売れているという事実。ワッシャーにしか見えん。ワッシャーが数千円で売れるとかマジでいい商売やな。アット電磁波対策のプロで草。最近は、アルミじゃ足りんってのは常識やぞ。なんとかせんとな。じゃあワイも鉛巻いてみるか、ホームセンターに売っとるかな。大きな紙です巻きにした中に金属の樽の内側に鉛貼り付けて重くしてコンクリ投入して海に飛び込んだら解決やん。電波云々関係なく、マジでアルミホイル巻いたら集中力は上がるんか？わい、集中力終わってるから何でもいいからあげたいわ。
集中力のなさを逆手にとって一度に複数のことできるように鍛えた方がいいで。はい、5G が人体に悪影響を与えることがある証拠な。Y が昔バイトしてた会社では、当室の家行ってお宅の家から盗聴電波出てるから探してもいいか？つって中張って探すふりして盗聴器出してたって、撤去費用で1個10万つって、1件あたり3個くらい出して、捜索費と撤去費でぼったくる、下手すりゃ犯罪やと、当時から思ってた。こんなんあるんやな。実際、どういう経験したらこういう思考に行き着くのか気になるわ。試したくなるから。やめろ。